はい、どうもこんにちは。どうも、ただいまからですね、辺野古基地を絶対作らせない大沢行動、本日第544回目となりますが、辺野古基地を絶対作らせない大沢行動の模様、中継開始します。あ、どうも、こんにちは、どうも。あ、ちょっとどうもありがとうございます。本日、ご存知の方もおられると思いますけど、今日の朝からも、キャプション前のゲートにおいて、ね、土曜日の朝をという人の少ない時を見計らったように、工事車両の搬入が、行われていたということで、ふざけるのもいい加減しようということですね。はい、すみません。カリスマ、ああまた。今日は駅員あんまりいないですね。あ、どうもご注意ください。ありがとうございます。本日は現在、こちらの方では、チラシの折り込み作業を行われています。
Thank you.
どうもいただきます。飴もらいました。どうもエネルギー源ということで、ちょっとどっかな、ちょっと待って、今ちょっと画面揺れました。あ、すみません、画面が乱れました。ダメダメだ。あ、おぶどう味もある。ぶどう味ですぶどう味ですいろいろ、いろいろ確認してました。アメリキを取られて、この画面がめちゃくちゃあるんですけど、ピーチもあるんですね。あ、手袋をはめるとこれ操作できないんで、できないんですよ。で、あの落っことしたりするじゃないですか、それもあるんですけど、カモン。いやいやいや、
なの現地でね、患者さんが助かるんです。病院で待ってる人たちをみんなの力でね、気をつけてあげてほしいんですよ。足りないから。あと、あさっての分がないんですよ。我々たちも、本番に必死です。みんなのご協力いただくためにね、血液足りないから、みんなにお願いしなければならないです。来てないですよ、血液って。なんともなるやろ。なんともなりません。めちゃめちゃ失敗みたいなんです。初めての方でもどうぞお願いします。お力をお借りしたいですよ。助けてください。まだまだ全然足りません。もっともっとたくさんの方のね、元気を分けていただかなければならないんですよ。A 型も、O 型も、B 型も、AB 型も、すべてにおいてね、十分ないです。そんな中でも、これでクリスティーは O 型と A 型です。普通こっちで見れなかった中で、A型の方おられませんか。
なんか、だん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 こっちに、だん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 広くして。
だんだんこっちで出っ張ってきてるんですね、あの献血マンが。献血マンズが。
と私たちの未来を一つにして、沖縄とともにこの大阪の地から大きな声を上げていかなければいけないと思っています。ご通行中の皆さん、ぜひ今お配りしているチラシを手に取っていただいて、ご家族の方にも紹介していただきたいと思います。職場の人にも紹介していただきたいと思っています。地域の人端会議の場で署名やチラシをぜひ配っていただきたいと思っています。今、受診制度が全く役に立たないような時代に入っています。自民党や公明党が圧倒的な幅を利かせて、それ以外の政党は本当に何のためにあるのかわからない。その時で私たちは何に依拠していくのか、それは一人一人自らが主体的にものを考えて、誰におもねるのではなく、長いものに巻かれるのではなく、一人一人が本当に自らの考えと思いを持って行動を開始させた時、大きく社会も違った形で見えてくるし、変わっていくと思っています。新しい米軍基地を作らせない、これ以上辺野古に基地を絶対に作らせない、この思いを多くの皆さんと共に、この2015年こそ辺野古新基地建設を止める年にしたいと思っています。ご支援とご協力、署名運動へのご協力を心からお願いしたいと思います。これが選挙においても明らかになっているわけです。
それがどうでしょうか。そうした沖縄の人たちの心を具体的には選挙という形で反対署名の意思を明言しておられる署名です。沖縄に米軍基地はありません。基地建設へと反対署名に協力お願いします。米軍基地を作らせないための署名です。沖縄に米軍基地はありません。昨年の基地建設の反対署名に協力お願いします。米軍基地を作らせないための署名です。安倍政権は繰り返し沖縄に米軍基地を一つ一つのことを丁寧に説明して建設反対署名に協力お願いします。米軍基地を作らせないための署名です。沖縄の人々の意見をきちんと聞いて建設反対署名に協力お願いします。いただくようなそうした姿勢が、あ、どうも。あ、寒いですね、やっぱりちょっと今日はそう、日があんまり出てないっていうわけで、
協定献血にご協力をお願い申し上げます。ただいま全ての血液が不足しております。全ての血液の方は大変不足しております。ご通行中の皆様、どうぞ献血にご協力をお願い申し上げます。本日特に A 型、大型の血液の方が大変不足しております。ご通行中の皆様の中で A 型、大型の方がおられましたら、本当に献血にご協力をお願い申し上げます。初めての方でも献血手帳やカードをお持ちでない方でも構いません。お時間ございましたらどうぞ献血にご協力をお願い申し上げます。皆様の献血によって助かる命がございます。どうぞ病気やけがで輸血を待っている方々のために献血にご協力をお願い申し上げます。皆様の献血で助けていただけませんか。どうぞご協力よろしくお願いいたします。本日の接種時間は午後4時30分午後4時30分までとさせていただいております。お時間ございましたらどうぞ接種にご協力をお願い申し上げます。今温度はですね、ちょっと待って、ただいま接触のお願いをいたしております。どうか接触にお手伝いいただけないでしょうか。ただいま A 型、大型の接触が大変不足しております。明日、明後日の分、接触、接触に大変不足しております。お時間ございましたら、うわ、濃いないね。あ、いやいやいや、ありがとうございます。今なんで上ですかね、あれは出てこない。今7度です。朝よりはちょっとぬくなったかなと思うんですけど、これかぶると人相悪くなるって言われて、いやでもぬくくなるんです。例えば、7度です。外気温7度ですね。あ、今日はあのエベスさんってやつで、エベスさんっていうのがあるんです、エビスさんですね。あそこはちょっと。
恵比寿とかですね、田舎、今宮恵比寿とか。別さんっていうのがあってまして、ですね、ですね、近くのビルの掲示板によるとあれ、これ更新できないコメントがあるとか言ってますけど、なんか何らかのコメントが、ちょっと待ってね。今なんかコメントが1個表示反映されてないかもしれないです。まあですね、掲示板によると7度ぐらいらしいです。まあ、ちょっとぬくいかな、でも寒いわ。変わって、献血マンウーマンが献血アピールしてます。バッテリー交換します。バッテリーよし。あ、どうもどうも。あ、どうもどうも。最近ちょっとろれつが回らなくなってきた。
タルチェンジですね。かなり寒いですね。でもまあ、北海道は6位かもしれません。沖縄よりは寒い。で、結構今の季節、ハワイとか寒いらしいですね。突然ハワイの話出てくるんですけど、なんかハワイと沖縄は同じぐらいの温度だということで、で例えばの北アフリカとか中東の方も結構今寒いらしいんですよ。で、昼間は暑くてもですね、砂漠ってとこは夜はすごい寒くなるんで、霜が降りるぐらい寒くなるんで、やっぱりアフリカの方の救援物資とかは、例えば毛布とか、ストーブとかがすごい喜ばれるという話は聞いたんですけど、朝晩はすごい冷えるんですよね、アフリカっていうのは。この温度、寒暖の差が激しいですね、つまり。阪神とエレキなんですか？はいはい、エレキ阪神なんですね。変形パターン。はい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 、ああそうですね。これは近代型、沖縄島とまた奄美大島でも近かったりするんです。はい。はい。あれがですね、ピックですね。はいはい。割とだから島によってちゃうんですよ。そういうわけでございます。画面が揺れました。申し訳ありません。ポケットから手を出すことも、ポケットからちょっと雨出しました。このアメレバージです。Oh.
が寒いんで朝晩はすごい冷えるんですよ。だから日本のあの石油ストーブがすごいいいですよね。やっぱり子供とか体力が少な体力が弱い人から寒暖の差でやられて死んじゃうんです。こちらの、大阪駅前においては、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動、の模様をですね、
彼は中継してます。本日544回目やったかな。献血者はもう4時半で終わりみたいですね。行きます、こっち行きます。あ、すいません。はい、はい、どうも。
わじわじしておめでとうなんて言える気分じゃない、いい正月なんてとんでもないという人が多かったので、今年はいい正月ですねが合言葉に、もちろんその後に今年も頑張りましょう、またよろしくお願いしますも忘れずに、殺意部屋寒波の時間の方も大変多かったそうです。まだ他にもあります、寒い沖縄の海の中をダイビングされる方もいらっしゃるそうです、自宅にみくみとダイビングの途中で辺野古に寄られる方もあるそうです。午前中はまったりのんびりと座り込みでしたが、11時過ぎて一組の来訪者をスタートに次から次へと訪れ、あつとみさん、田中君、私で対応して、それでもまだ足りない状態が1時間半ぐらい続きました。それ以降はぼちぼち、那覇からの男性はこのように言われたそうです。沖縄戦を体験された方です。私は戦争体験者、小学3年生の頃でした。その時の経験から辺野古に基地ができれば標的にされるのは分かります。やんばるの自然を守る運動に関わってきましたが、大浦湾も含め沖縄の自然じゃなく世界の宝です。失ったら戻らない、何としても止めたいです、の言葉が印象的でした。まだ他にメッセージがありましたら、それを見つめて、thank you.
たが、まだまだ辺野古の地形設置問題はまだまだ続いています。私たちは最後まで諦めません。この絶対作らせたくないし、本当にいらないので、いらないんで、だけどまだ政府はプロセスをしていて、絶対最後まで作らせないし、諦めないんで、よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
署名してくれた。絶対作らせない大沢行動、どうも貫徹しましたという感じです。どうも、ヘロゴイ基地を絶対使わせない大沢航路、大変は勝手にしました。あ、どうもありがとうございます。あ、寒い。はい、大変はヘロゴイ基地を絶対使わせない大沢航路、無事貫徹終了しました。どうも、ありがとうございました。あ、どうもありがとうございます。いやー、寒い。というわけで、あの、
というわけで本日の、あどうも辺野古駅長絶対作らせない大沢コード、どうも、以上で中継の方は終了しますというわけで、本日どうも、皆様ご視聴の方どうもありがとうございました。どうもというわけで、中継の方は、以上で終了します。どうもおーと深井というわけで、皆さんご視聴どうもありがとうございました。失礼します。